次は終点の村上です。村上には15時3分の到着です。SL 沼崎市立少年号の旅も残りわずかとなりました。C57 はまだまだ元気に走ります。最後までごゆっくりお楽しみください。SL 馬崎市立庄内号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。私たちは昨年4月から村上市にて観光案内をしております。町娘コンシェルジュの河合と山口と申します。村上駅到着までの間、山口と河合が村上市の観光案内をさせていただきます。しばらくの間お付き合いいただきますようお願い申し上げます。さて、村上市は新潟県の最北端に位置する市で、新潟県内では一番大きな面積を有している市でございます。人口は約6万7千人。海、山、川と自然豊かな地域でもあり、町中には村上城跡、武家屋敷、町屋造りの家々など古くからの歴史が垣間見える町でございます。新潟県内には約150台ほどのお祭りで使う山車がありますが、その3分の1にあたる約50台以上が村上市にあり、山車の町でもあります。毎年7月6日と7日に行われる村上大祭では、19台のおしゃぎりと呼ばれる豪華絢爛の山車が街中を練り歩きます。深夜12時から庄内町の子どもたちが荒馬と呼ばれるものを肩から担いだ14歳の若武者がおしゃぎりの先頭を歩き、その後ろに19台のおしゃぎりが続きます。おしゃぎりの中で一番古いものは約250年前に作られた高菜町のもので、最近では平成19年5年前に片町で作られたものがございます。各町内さまざまな特徴のある乗せ物や山車自体にも彫刻を施し、村上伝統の水刻の水をこなしたおしゃぎりとたくさんの人で、村上大祭当日はとても賑やかな日となります。その後8月17日と18日には獅子舞で悪魔を払う七夕祭り、9
4月3日と4日には瀬波の町に秋を告げる瀬波大祭、10月18日と19日には大漁を願いお船様が町へと繰り出す岩船大祭と4ヶ月お祭りが続きます。村上大祭まで1ヶ月を切り、町中もお祭りへ向けそわそわしてまいりました。村上が一番にぎやかになる時期が間もなくスタートいたしますので、ぜひ皆様おいでください。改めまして、村上市の観光案内をさせていただきます。町娘コンシェルジュの河合と申します。しばらくの間お付き合いいただきますようお願い申し上げます。先ほどは村上市のお祭りについてご案内させていただきましたが、次は旅の楽しみの一つでもあります食についてご案内させていただきます。村上市は海、山、川に恵まれた地域で、四季を通じて美味しい食材の宝庫でございます。これからの季節ですと、笹川流れの夏の味覚の代表格とも言うべき天然の岩牡蠣がおすすめです。毎年夏には笹川流れ岩牡蠣物語と題して、笹川流れ周辺の上りのあるお店で岩牡蠣料理を味わうことができます。日本海の荒波に揉まれ、海底の洋場で育った旬の牡蠣をお口いっぱいに頬張ってみてください。人の香りと海のミルクとも言われる濃厚な味を楽しむことができます。その他、今の季節、市内各所で村上茶の新茶の上りが見られる季節となりました。村上は国民の茶どころとして産業として成り立っている最北端の地でもあります。村上茶は日照時間の少ない新潟の気候と重たい雪の下でゆっくりと育つため、渋みの少ない甘みのあるお茶でございます。先月5月には新茶を摘む茶摘み体験会なども開催され、お茶摘み体験のほか茶そばや新茶の天ぷらなどを堪能していただきました。また村上茶を美味しく入れられるようにと、村上茶無理へ養成講座も開催しております。秋には食材も今以上に豊富となり、三面川に帰ってきた鮭を余すことなく使ったたくさんの鮭料理、地元の蔵で丁寧に作られた新酒、おかずなしでも食べられるほどに美味しいコシヒカリの新米も季節を迎えますので、ぜひ美味しい村上を体験しにいらしてください。最後に旅の疲れを癒してくれる温泉もおすすめです。村上市にあります瀬波温泉は日本海の瀬波海岸に面しており、11軒もの旅館およびホテルが立ち並ぶ温泉街です。天気のいい晴れた日には海に沈む綺麗な夕日がご覧いただけます。ゆっくりとお風呂に浸かりながらご覧になれますので、とても優雅な時間をお過ごしいただけるかと思います。日帰り可能な温泉や無料で開放している足湯も4カ所ございますので、お気軽にお立ち寄りください。7月15日には海開きもございますので、海水浴を楽しんでいただいた後はぜひ瀬波温泉にて おくつろぎください。以上、村上市の観光案内を簡単ではありますが終了させていただきます。なお、村上駅に到着いたしますと、先ほどご紹介いたしました村上茶の冷製や地酒の振る舞いを行っておりますので、ぜひ味わっていただければと思います。また村上の特産品が当たるお楽しみ抽選会も冷茶の振る舞いの隣で行われております。町娘がお子様限定で抽選券をこれから配布しに参りますので、ぜひご参加ください。また私たち町娘コンシェルジュが村上駅にて皆様をお待ちしておりますので、市内観光をされる際は何なりとお申し付けください。ご案内させていただきます。
普段私たちはおしゃぎり会館や岩小屋会館、村上市各所にて着物姿で観光に来られたお客様のご案内をしております。見かけられた際にはお気軽にお声掛けいただければと思います。町娘コンシェルジュ一同、皆様のおいでを笑顔でお待ちしております。本日は SL 馬崎市里庄内号にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。それではこれから良い子にして待っている子たちには着物のお姉さんが抽選券を届けに行きます。待っててね。
Thank you.
1番線に到着いたします。お出口は左側です。戻り方をご案内いたします。白新線経由普通列車の新潟行きは2番線から15時7分の発車です。特急みなと10号新潟行きは1番線から15時45分の発車です。白新線経由普通列車の新潟行き1番線から16時3分の発車です。まもなく終点村上に到着です。応援の際お忘れ物なさいませんようお支度をしてお待ちください。本日は SL 熊崎市庄内号にご乗車くださいましてありがとうございました。豆の持ってるお車券も酒、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